皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、食べでございます。いやー、台風通り過ぎてめちゃめちゃ天気いいですね。今日はまあしばらく撮ってなかったんでね、まあ久々に出て、ちょうど早起きできたんで、自転車でも乗ってぐるり街を、自転車で走ってみようかなと思います。今日はですね、8月の9日だったかな、8月の8日かな、8月8日日曜日ですね。久しぶりの日曜日。はい、前回、うどん屋さんに行こうとして結局どこも定休日だったというオチだったんですけども、今日はねどこにも寄らずにそのまま中村の町をぐるーっと回って、帰ってこようかなと思います。40分ぐらいのね動画になりますので、よろしくお願いいたします。初めての方も、よかったらですねチャンネル登録、いいね評価コメントとかいただけましたらありがたいと思います。高知県を中心にね、四万十市、畑地方をね、自転車動画撮影しております。アイナビと申します。よかったら今のうちにチャンネル登録よろしくお願いいたします。過去の動画にもねいろいろ中村の町、それから、戸田清水とかね、高知の方にも行っておりますので、よかったらですね、動画をたどって見てもらえたらありがたいと思います。それでは行ってみましょう。話題といえばやっぱオリンピックですかね。皆さんオリンピック見てますでしょうか。僕は全然スポーツあんまり興味なくてね野球とかサッカーとかもますます興味なくてですね、どっちが勝とうがどっちでも勝ってもまあはい終わらんかなとか思うんですけどもね全然スポーツ興味なくって、はい、まあ、サーフィンちょっとね見てはいましたけども、はい、でもオリンピックのなんかサーフィンとね、世界大会のサーフィンとで全然違うというかね、やっぱり有名どころのプロのサーファーたちのライディングを見たいなとかって思ったりもするんですけども、邪推してしまいましたけども、まあ、オリンピックがね、もうすぐ終わりですか。ちょっと僕もいつ終わるかもわからんがいけど、なんか陸上競技ってやってんの陸上競技が結構見てて楽しいなと思うんですけどもね、 100m 走とかやってんのかな、全然わからん。なんかリレーこれでやるってような気がしたけど、あんな感じでなんかあっという間になんか知らんうちに終わってたような感じになりそうな感じがします僕のオリンピックですけども、まあせっかく日本でやってるんでね、見に行けたらばみたいな感じもしよったんですけどもね、こんな状況なのでなかなか難しいし、まあ、知らんうちに終わってるみたいな感じですけどもね、はい、今日こっち行こうか。道がねちょっと新しくなりましたね。ピンマイク大丈夫かな。一応袋の中に入れてんだけどね、T シャツの裏側に入れてもう撮影するといいのかな。だからピンマイク自体もなんかみんな花瓶に反応する、うわなんか撮影してはるみたいな感じでこうじらっと見られる時があるんで T シャツの裏側に入れてね、ピンマイクで録音しているような状況ですけど、ゴボン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 音がしよったらすいませんという感じですけども、ですので、まあ夏がね知らんうちに始まったという感じで、もう多分今一番こう年中の中で暑いんじゃないかなと思うんですけどもね、最高気温を達しそうな感じがします今日この頃ですけども。ここ新しい家建ったんだね。ああ、はい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 、ああなるほどね。そういうことか。何か話題になることというと、本当に話題がないな。まあたまには何も喋らんずくに環境音だけで自転車行くっていうのもいいのかもしれないですね。なんせ起きたてやから
オハで目覚めて30分ぐらいしか経ってないからね、あの発話明瞭度も低いですわ。ルレツなんですね、ちょっと最初はね、朝起きたては。ですので、まあ、音声取れてるかどうかもわからんしね。ここすごいね、ここ昔上がってたの？この道。ボールジャンパーとかのあの道ですよね。暑っ。ちゃうよね、昔は、あ、そうか、ボールジャンボの裏の道や。あの駐車場玄関出て右の方に行った道の、あの残骸ですかね、残りですかね。確か降りれよったよね、向こう側へ。あーでも僕が高校ぐらいの時はもうなんかあの獣道みたいになってたのかもしれないですけど、どうだったかな。もう今やね、ジャンボ、あのボールジャンボじゃない、ボーリング場も、なくなっちゃってね、施設の方が建っておりますけども、夢の丘っていうね、施設が建っております。ボールジャンボはね、結構中村にも娯楽の施設が昔はありよったみたいですね。なんてもディスコとかダンスホールみたいな、ディスコじゃないダンスホールとか映画館も何回かあったみたいでね、はい、いろいろ皆様ね、熱いコメントを、お送りくださっているわけですけどもね。よいしょ、はい、駅前通りに出ましたね。まあここがまあいわゆる四万十市の目抜き通りというやつですかね。大昔の写真でね、この道が建設中の頃の写真がありおりましたけどもね、この辺全部田んぼで、畑で、田んぼ畑、田畑でね、ほんとこの道作りだったもんね、あの写真では。昭和50年40年ぐらいのね写真ではね、はい。でここバーッと車が走るよう映像がありましたね。で脇は全部田んぼ畑というね、すごい、世界。今にしてみればね、はい、そういうところに街が建ったんだなと思うわけですけどもね、うちんくもこの辺りにね、まあ、狭い畑がありよったみたいですけどもね、死んだひいじいさんか誰かがもう子牛一頭と帰ってきたというようなことでね、もったいないことしたね、あれ持っちゃったらね、そこそこ不労所得はあったぜ。残念でございますね。まあそんなわけで、まあ、上山の駅前通りね、暑い中走っておるわけでございます。はい、右手が中村駅になりますね。中村駅、土佐黒潮鉄道中村駅でございます。今日はですね、午後1時から、不破八幡宮大祭のですね、まあ、行われる予定らしいんですけども、その八幡さんのおみこさんをですね、川につけて、洗うというね、腰洗いの儀というものがありまして、そこへ、まあ、青年団としてお手伝いに行きますので、今日は、子供ちゃんと一緒に、JR の旅は JR ちゃいね、あそこね、あの土佐黒潮鉄道の旅は今日お休みということでございますのでね、はい、そうなんです。あの不破八幡宮のお祭りはね、無事、今年は開催、まあ、縮小化してねやるようですので、はい、楽しみにしてもらえればありがたいかなと思います。うどん屋さん、ここね、この前リベンジしました。美味しかったです。やっぱりあのタコの天ぷらも超美味しいな。タコとエビ天最高、ほんとうまいわ。また行こう。なんやろうね、うどん屋さんってよ、なんか癖になったらなんか毎回通うような感じがするな。なんか特にたぬき屋さん何やろうね、あのお店もあんな感じやし、昔ながらのって感じがするんで、なんかついつい行ってまうな。
何の話だったっけ。なんでね、あの八幡さんのお祭りね、無事やりますのでね、はい、結構有名なねお祭りですのでね、でだいたいお祭りの中でねおみこしさん、この川の向こう四万十川の向こう側にある生神社っていうね、あれはどこになるのかな、山地とかあっちの方ですかね、あの辺からおみこしさん女みこしが川を渡ってきてですね、で八幡さんのおみこしが男のみこしということで結婚式を行うみたいなね、そんなお祭りです。非常に珍しいお祭りということで、はい、でその時のおみこしさん、この不破の八幡宮にある男みこしを今日の昼間洗うということでございますね。ただねやっぱりねコロナの影響もありましてですね、川に運んでいって川につばけて洗うっていうのはね縮小化しましてですね、境内の方へ持ち出してですね、境内の方で川の水をぶっかけて、まあ、洗うというようなね簡素化された、腰洗いの儀を今日はやるということでございますね。ここが左手が、J グリーン四万十店ということでね、公民館昔ありよった場所なんですけども、そして取り壊されて、右側にあった、なんだろうあれ、ふれあい市場が今左の方に、移転されたという感じでございますね。まだ行ったことないんだけどね、中身ね、物産展なんかがありそうな感じです。JA のこっち側ね空き地になっておりまして、 JA バンクも移るっていうふうなことを聞きましたね。まあ、公民館とそれから文化センターが、合同で建つということですね。あ涼しい、風は、あの影は涼しいわ。あ左手はサツキアピア、アピアサツキがね今はサツキですね。中にダイレックスが入りまして結構賑やかになっておりますね。なんていうの、あのダイレックスのあの感じ、田舎のね、田舎のあのドン・キホーテみたいな、田舎のドン・キホーテみたいな感じの、はい、商品の取り揃えという感じでございますね。もう結構家電製品なんかも置いちゃう感じで、家電製品、飲食物、それからお酒、結構何でもあるよね。しかも結構安くて、まあ、結構値段の表記がなくて結構何歩やこれとかって思ったりするんですけども、あの僕の場合電子マネーが使えるんでクイックペイとかが、それはすごい重宝してますね。もうね一回電子マネー使い始めるとね、このアップルペイとかスマホを使っての決済なんかしちゃうとね、もうね小銭とか持ち出すのめんどくさくなってね、本当にもう今僕はあのマネークリップとちっちゃな小銭入れを使ってるんですけど、もうね今やもうあの大きな財布を持ち出すみたいなこともようしませんね、ほんと荷物になっちゃって。電子マネー最高やわ、もっと広まってくれたらいいのにな。ほんでゆくゆくはね電子マネーが、ビットコインとかさ、リップルとかイーサーとかさ、あのあたりがさ、こう有名どころのさ、あの仮想通貨がもう全部この中に入っちゃって、まあ好きなだけ使えるみたいなね。今日はどれにしようかなみたいな、今日はリップルの方が高いからリップルに決済しようかなとかね、いろんなそういう選択肢があればめちゃめちゃすごいんじゃないかなと思うんですけど、まあいつになることやらという感じで、今は規制が非常に強くてね、そういう電子マネーが仮想通貨で使えるような時代が来たらですね、ぶっ飛ぶんじゃないかなという感じがしますけどもね。税金とかね、いろいろあるんですよあれね。さあそんなわけでですね、四万十市、大橋通りでしょうかに来ました。昔ここね、あのローソンとかね、エッソのガソリンスタンドとかがありましたけどもね、もう今は空き店舗と、一月50万とか60万とかするらしいですけどね、ここの店舗ね高いよね。今日はこっち行きます、四万十市市役所の方へ、行ってみようかな。市役所の方行って、そうだね、どっかでアーケードの方まで入ろうかな。そんなわけでありましてですね、
じわじわと四万十市の市役所の方へね近づいていっております。なかなかね四万十市早幡の方でもねコロナ患者様感染者がね、増えておりましてですね、1日1人2人ぐらい出てるという感じでね、なかなかしぶといね本当ね。やっぱり不要不急の外出は控えるようにということだね。この間あれ誰だっけ首相菅首相がね不要不急の外出を促すようにとか言ってたけど疲れてるのかなと思ってね、はい、まあ、不要不急って言葉がなんかちょっと分かりにくいよねあれ不要不急不要不急、まあ必要のない何かということやろうけどね、なんか不要不急っていうのがなんか一人歩きしちゃってね、外出禁止みたいな意味合いにどうしても取ってしまうとかね。まあこれ中村の方町でございますね。ここの道通って中学校まで行ったな。アントンとかね、右側にはアントンありますね。あー、また自転車をもらってきた。もう一日中乗り寄ったけどね、高校ぐらいの時はね、もうずーっと半日ぐらいずーっとあの専門学校の頃とかね、もうずーっと自転車に乗ってたような気がするけども、もう今もう20分、そうやね、1時間乗ったらもうしんどいね、お尻痛くなっちゃうね。どうしようかな、こっち通ろうか、こっち通っちゃいましょう。これマスク忘れてきてよ、あんまりこうまあ密じゃないからねいいんだけどね、お店には寄れないですね。開いてないと思うけますけども、開いてないでしょうけども、アーケード通るか、もうちょっと時間あるんで、危ない赤信号渡るとこやった、危ない危ない。あの中村帰ってきてね、ちょっと弊害があるのはね、あの交通放棄というかですね、まあ少々少々ね、あの確認線でも曲がってまえみたいなことがよくありますね。右折とか左折でもね、後方確認とかね、専属ブーって曲がっちゃう時もあったりしてね、あ田舎やから誰もおらんからさあの高知とかおる頃はね、かなり歩行者も多かったよ、結構周り見ながら運転してたんですけども、最近はもうほんと全然人もおらんから、もう結構散漫な運転をしてるなというふうな感じが最近はしてますけどもね、田舎の弊害ですねはい気をつけないといけません。はい、さあ京町通りでございますかね、ここはね京町通り畑新の隣を走っております。畑新ね、昔のお町だった場所でしょうかね、向こうに行くと安波ということですね、向こう安波よいしょやっぱこの辺は昔お店がありよったんでしょうね。あのお家はもう完全に、個人のお家という感じですけども、言うても1階のこの通りに面した部屋はガランとこうお店をやってたんだなという痕跡を残しておりますね。何屋さんだったんでしょうかね、いろいろ皆さん思い出があるんじゃないでしょうかね。あの音楽が、オールウェイズ三丁目の夕日の音楽が流れてきそうな、そんな感じがしますね。こっち曲がるか、郵便局の方になるかな、こっち行くと、タッ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 タン、タッ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 タンってね、あの音楽が流れてきそうな感じです。たくさんこの辺も家が建っておりますね。通りは非常に少ない、人通りは結構少ないですね、はい、
売り物件とか言ったら結構良さそうなお家ですけどもね。中は古いのかな。結構空き家もあったりしてね、中村はあれなんですよね、賃貸というかマンションというかアパートというかその賃貸物件が少ないようでね、皆さんよくすくもの方へ行って、賃貸ね、アパート借りてで、こっちへ通ってくるっていう人が結構多くて、半分くらいの人がそうよね、すくもから通ってくると中村へわざわざ、はい、中村住むとこないからいうことで、はい、そういう意味でね、まあどうなんだろうね、そのマンションが少ないというそういうね、街になっておりますね。けど空き家はあったりして、はい、ねえ、いかんともしがたいわけですけども、さあ、何でしょうか、ここは境町のあたりでね、坂町？愛宕町？よくありませんけども、はい、来ております。飲み屋街になりますかね。中村のほとんどは飲み屋街ということですね。あ、猫ちゃんが歩いてますね。ね、毛足が短いけん楽やね、あんたはね。うちの猫はね、ほんとね、毛足が長くてね、首元とか腹とか毛玉ができるんですよ。めっちゃこんなんで、こんな毛玉ができて。ボッコボコしよう、お腹が触ったらもう毛づくろいしちゃったらええんやけどね、嫌がるんよね、噛みついてきてやめろって、はい、アーケードの方へ入ってきました。アーケードはねこんな感じですね。あ、涼しい、あ、涼しいわ。こっち行こうか。この辺完全に飲み屋さんの街ですけども、最近飲み屋行ってないんでね、1年、2年以上、2年半ぐらい、飲み屋来てないですね。あー、もう潰れちゃったお店もあるんだろうね。潰れちゃってるよね、大体は。おお、飲んでますか皆さん飲んでますかね。僕はだいたい家でね、まあ、炭酸水を買ってきて、で炭酸水とね、割ったらレモンチューハイになるみたいな、レモンチューハイの素みたいなのをね売ってまして、瓶のやつね、あれうまくてね、それをちびちび飲んでますね。東下町でしょうか。はい、こちらも、まあ、よく来るね道になりますね。なので、まあ、ビールもまあ飲むし、そういったね自分で割って飲むみたいなこともね最近、してますね。炭酸水が結構好きでね、家には炭酸水1リットルのやつを、まあ、4、5本ストックしているような感じですね。さあ、そんなわけで、はい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 、ぐるぐる回っておりますけども、よいしょ、串三郎も来たな、串三郎も来たよな、もうトンポ来てないな。なのでね、皆さんもね、このお酒美味しいよみたいなのがあったらね、教えてもらったらありがたいな焼酎もね、なんか美味しいしね、いろいろ確かにお酒美味しくなってきたな。一時期ウイスキーにハマってたこともありましたね。シングルモルツにね、ハマってたことがあったね。グレンフィディックとかね、忘れたグレンフィディック1本3000円、700ml 3000円のやつを買って、あれうまいよね、あれでうまいよね。山崎とか買わなくてもあれ3000円のやつ飲んだらいいんじゃないかな。全然飲みやすかったけど、はい、そんなわけで、もうちょっと行きましょう、もうちょっと行きましょう。あ、お好み焼きさんあるんだね、ダックス。で奥には、賃貸のマンションがありますけどもね、
どこもいっぱいみたいですね。まあほら、あの一軒家とかはほら建てれるんやろうけどね、その一軒家建てる前の若手がね、なかなか住めない場所が住めないというようなことでね。おはようございます。柴犬が言ってますね。柴が言ってますね、よいしょ。あ、重たい。パンク？パンクじゃないよね。空気入ってないのかな。重たい。よいしょ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 。お、ほらチェーン外れた。あーで、ふう、もうセミが鳴き始めた。あ、セミ鳴き始めたからね。そろそろ、そろそろ店じまいかな。赤鉄橋まで来たら大体店じまいしようよね、俺ね。結構うろうろしてきましたけども、まあこれで終わろうかな。まあこんな感じやったら朝早起きして土日でも、撮影できるんで、ひょっとしたらまたこれから頻度が上がるのやもしれませんね。ゆうこもね、朝早起きして行くっていうのはね。あらららら、よいしょよいしょ。それで赤鉄橋の方行って、終わろうか。あ、パトカー行ってる。パトカーだ。さあ、赤鉄橋でございますね。最後の締めですね、大体ね。今日はちょっと尺が短いかもしれないですね。30分ぐらいなのかもしれないですけども、はい。こんなところで終わらせてもらいたいと思います。まだ見てみてください。チャンネル登録もぜひともお待ちしております。よっしゃった。お、そんなわけでまたね。お疲れさんでした。よいしょ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 。気持ちいいわ。よいしょーと。ふう。赤鉄橋。